長年にわたり運動が体の健康に良い影響を与えることは周知の事実でしたが、最新の研究によれば運動が脳にも同様に有益であることが明らかになっています。実際、定期的な運動は新しい脳細胞の生成を促進し、記憶力や学習能力の向上に寄与することが確認されています。神経成長因子のレベルが高まることで脳内のニューロンが新しいつながりを作り、その結果認識機能が強化されます。この科学的発見は運動が脳の健康を守り老化プロセスを遅らせる可能性があることを示唆しています。したがって体を動かすことは健康な精神を保つためにも非常に重要なのです。一方で、どのような運動が脳に最も効果的なのかという点についても研究は進んでいます。特に有酸素運動は神経成長因子の分泌を促進し、脳血流を増加させることから脳の健康促進に最適であるとされています。例えばウォーキング、ジョギング、サイクリングなどが効果的です。また筋力トレーニングも老化に伴う脳の縮小を防ぐ効果があるとされ、脳の健康を維持するために推奨されています。運動を習慣化し脳の若々しさを保つことが現代人にとってより一層重要になっているのです。加えて運動はストレスの軽減にも効果的であり、これが脳の健康に直接的な影響を与えることが科学的に証明されています。ストレスホルモンが減少し、リラクゼーションを促す神経伝達物質が増加することで心理的なウェルビーイングが向上し、これが脳の健康を支えることにつながります。さらに運動は睡眠の質を向上させる効果もあり、良質な睡眠は脳細胞の修復や記憶の定着に不可欠です。したがって定期的な運動を生活に取り入れることは全体的な脳の健康と機能を高めるために極めて重要なのです。この最新科学の発見は、運動が単に体を健康に保つだけでなく脳を活性化し精神的なパフォーマンスを向上させる鍵であることを証明しています。運動によって脳細胞が増え、神経回路が強化されることで記憶力、集中力、判断力が向上します。さらに運動によって得られるストレス解消や心の安定は脳の健康を長期的に支える土台となります。毎日の運動習慣を身につけることで、よりクリアな思考と精神的な若さを保つことができるのです。読者の皆様も今日から運動を始めて脳細胞を増やし、豊かな人生を手に入れましょう。運動を習慣にする際には、個人の健康状態や生活スタイルに合わせた方法を選ぶことが重要です。日々の生活に無理なく取り入れられる運動を選び、徐々に強度や時間を増やしていくことが成功の鍵となります。また運動の種類を時々変えることで新たな刺激を脳に与え、飽きずに続けることが可能です。友人と一緒に活動することでモチベーションの維持にもつながります。このように運動を楽しみながら行うことで、脳の健康だけでなく人生の質を高めることができます。運動することのもう一つの利点は、社会的つながりを深める機会を提供することです。例えばグループスポーツやフィットネスクラスに参加することで、同じ目的を持つ人々との関わりが増え、これが精神的健康を支える社会的支援網を形成します。仲間と共に運動する喜びは、運動を継続するモチベーションを高めるだけでなく、孤独感を減少させ幸福感を高める効果もあります。運動を通じて得られる身体的精神的利益は計り知れず、脳細胞の増加とともに心身の調和をもたらします。結論として、運動は脳の健康を維持し向上させるための最も効果的な手段の一つであることが確認されています。定期的に体を動かすことで脳細胞の生成を促し、神経系の機能を強化するだけでなく精神的なウェルビーイングにも寄与します。健康な体と健康な心を維持するために、日々の生活に運動を取り入れ、活動的なライフスタイルを送ることが重要です。
運動を始める最初の一歩がより豊かな人生への鍵となるでしょう。